日本中部地方長野県長野市、芹田地区、河合神殿。河合神殿は長野県長野市の市街地南東郊外の地区。京議大技、河合神殿の範囲。講議1、2、大技、稲葉、河合神殿を加えた範囲。本校で解説郵便番号は380-0913。全域が長野市役所芹田支所の管内である。地区南端に、 西川が流れ、西部を国道18号が南北に走り、北部を長野県道372号3歳大津島中5所線が東西に走っている。南部は東西に広がっているが、この部分は西川河川敷の範囲である。周囲は以下の大技、町長と接する。現在西川を挟んで対岸に位置する真島町、河合の神殿として、 慶長年間に開墾された。その当時は、河合の本村と河合神殿とは地続きであったが、寛永年間に西川の流路が変わり、現在のように本村と河合神殿とを分断するようになったため、分村している。こうした経緯のため、河合った村は長らく、西川南岸と同じ更科郡に属し、 1873年になって、西川北岸の多村と同じ水内郡に編入されている。現在の河合神殿は、西部の国道18号沿いに、スポーツ用品量販店等の商業施設、東部の長野飛行場跡地に中学校等の公共施設がある他は、ほぼ住宅地で占められている。地区内の人口及び世帯数は、 1540世帯3597人。なお、この値は、大浅ザイを含む値である。地区北東部では、長野県道372号山歳大津島、中五所線を走るアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。地区南西部では、国道18号を走るアルピコ交通、長野市循環型乗り合いタクシーの以下の路線系統が利用できる。 長野日産自動車本社、ありがとうございます。